局所銀河群の創造図銀河群は、各々がそれぞれ銀河系程度の明るさを持つ、50個程度か、それ以下の銀河が重力的に結びついた集合体である。これよりも銀河の数が多いと銀河団と呼ばれる。また、銀河群や銀河団が集まったものは超銀河団と呼ばれる。銀河系は局所銀河群と呼ばれる銀河群の一部である。銀河群は、 最小の銀河の集まりである。銀河の数は50を超えず、典型的には直径は1から 2mpc。質量は約1013太陽質量である。ここの銀河の分散速度は約秒速1 5 0トルである。しかし、これより大きく重いものも銀河群とされることがある。銀河群は銀河の最も一般的な構造であり。 極小宇宙の銀河の少なくとも50%は銀河群を形成する。銀河群は非常に大きい大円銀河と銀河団の中間の質量を持つ。極小宇宙の約半数の銀河群が銀河団ガスから散乱性の X 線を放射している。X 線を放射する銀河群は初期のタイプの銀河を含むものである。X 線は 銀河群のビリアル半径の10から50%の通常50から 500PC の領域から放射される。銀河群にはいくつかのサブタイプがある。コンパクト銀河群は小さな領域に銀河が金傍に密に集まった小さな銀河群である。通常5個程度の銀河が他の銀河から離れて存在する。初めて発見されたのはステファンの5つ5銀河で、 1877年に発見された。ステファンの5つ5銀河自体は4つの銀河からなる銀河群と遠方の1つの銀河が含まれる。天文学者ポール・ヒクソンは1982年にこのような銀河群を集めたカタログを作った。目に見える物質の重力はこのように銀河をコンパクトに結びつけるには 圧倒的に小さく暗黒物質の効果を見ることができる。ハップル時間を超えると、コンパクト銀河群は安定ではなく、銀河の合体等で進化する。化石銀河群は古い銀河群の残骸である。ここでは明るい銀河が合体して、楕円銀河を形成している。このような系は、未だ祖先の銀河群程度の大きさの X 線波ーを持っている。また、合体していない。 矮小銀河を含むことがあるが、より重いものは中央の銀河に凝集している。原子銀河群は形成の途上にある銀河群である。原子銀河団の小さな形態である。これらは暗黒物質波炉に埋め込まれた銀河や原子銀河を含み、単一の暗黒物質波炉を持つ銀河群への融合の途上にある。ありがとうございます。